改めまして皆さんおはようございます長崎は今日79年目の原爆の日を迎えました今年の減衰金長崎大会にこのように多くの方々がここ長崎に来ていただき地元実行委員会として嬉しく思うと同時に全国の方々に深く感謝申し上げます では、被爆79周年、減水爆禁止世界大会、長崎大会閉会総会をただいまから開会いたします。本日、司会を務めさせていただきます、長崎大会実行委員の内野正幸ですどうぞ最後ままでよろししくお願いします。 初めに地元実行委員会を代表して米村豊長崎大会実行委員長が挨拶を申し上げます皆さんおはようございます。 8月7日から3日間原子力長崎大会へのご参加大変ありがとうございます地元実行委員会の米村と申します陛下であたりまして一言ご挨拶を申し上げたいというふうに思います被爆から79年今年もまた暑い夏が来ました原爆が総化されて長い年月が経っておりますけれども いまだにこの地球上から核兵器が存在し続けています。今でも核兵器が使われるののではないかという危機が年々大きくなっています。長崎大学核兵器廃絶研究センターは、六月五日に核兵器の総数を発表いたしました。 核弾頭数は昨年よりも400発減少しておりますけれども、現役核弾頭数、まあ、使える核については2018年から332発増加をしています。アメリカもロシアも中国も通常の核より 威力が小さい小型核、戦術核を研究開発しており、5月14日には核兵器を持つ超大国のアメリカが臨海米核実験を行いました。地震で使える核兵器のテストを行っている状況があります。またロシアも 核兵器を持つ超大国でありますけれども、6月11日に戦術核兵器を使用を想定した演習を開始したと発表いたしました。戦術核は小型核、小型,より小型で威力が低いと言われておりますけれども、プーチン大統領は、 この発表したときに、ロシアの戦術核兵器は、広島と長崎で使用された原爆の3、4倍の威力があるというふうに発表いたしました。でまた、欧州の数倍の核兵器を保有しているということも含めて発表し、欧州諸国を牽制している。 そういった発言を行い、私が思っている核兵器をなくしていくこととは真っ向から反対する発言をプーチン大統領は行ったわけであります。い今く79年が経った、今でも核兵器を使用するリスクが年々高まっている現状があるというふうに思います。長崎市がイスラエルを平和記念式典に呼ばなかった、 このことに対して6カ国が参加をしないということを表明をいたしました招待するかしないかというのは賛否がありますのでここでは明言を避けますけれども問題なのは今日8月9日が原爆の日が二度と戦争をしない二度と核兵器を使わないそういった祈りをする 場だといいううふうに思います多くの国がこの長崎に来ていただき、肌で感じていただいて帰っていただく、で二度と核兵器を使わない、そういったことをです、ね、感じていただくような日だというふうに思いますので、多くの国がこの原爆記念の日に参加をしていただいて、感じていただきたいというふうに思っております。 また、核兵器を持とうとする、または核兵器を使用するという脅しをかける、その口実は戦争です。そのことで、自国を優位に立たせようとする、そういった動きがあるというふうに思います。まずは、戦争をやめさせること、戦争を起こさないようにすることが、 重要だと思いますし、そのことが、核兵器を使わない、核兵器をなくす一歩だというふうに思います。そのために、戦争をしない、外交努力によって、話し合いによって、戦争をさせないこと、終結させることが必要だというふうに思います。唯一の戦争被爆国である日本は、 核兵器廃絶を目指しています。そうであるならば、戦争を起こさないようにすること、核兵器を使用するリスクを回避すること、そのことが何よりも重要でありますし、危機をあわって軍備を増強するのではなく、外交努力によって戦争を回避すること、核兵器を使わないことをすること、 そのことをもっともっと日本政府は行うべきであり、その中で核兵器廃絶を目指していくべきであると思います。日本政府は核兵器廃絶というならば、先頭に立って核禁条約に参加をし、核兵器保有国と対話を重ねていくべきだというふうに思います。被爆体験者問題が今年大きな課題として挙げられています。 時間の関係上、詳しく述べませんが、この被爆,も被爆体験者問題は、いかに核兵器が恐ろしい武器であり、威力が強大であるかということを知らしめている現象でありますが、しかし、放射線という見えない物質によって、 健康が蝕まれて、蒸ま,まれていること、ことを今のアメリカ、日本政府含めて過小評価をしている。また、この被害を小さく見せようとする。そういったことが今の被爆体系者問題だというふうに思います。被爆地域は半径12キロでありますけれども、 その範囲内であっても、中崎市外であれば被爆者として認められていません、浦上,上空500メー,ター500メートルで炸裂した原子爆弾は、4000度を超える熱戦が、また爆風が襲ってきました。 そのことで壊滅的な被害に遭いましたと同時にこの浦上の上空後から更新をして歩いて見られた,見ら,れたら分かると思いますが山がありますその山の高さが3 6 6ー,ター要は5 0 0ー上空で炸裂したわけでありますから同心円状に放射線放射能が拡散をしたわけであります実は その山の向こうに西山地区というところがありますが、その山の向こうは被害がほとんどありません。しかしながら、ここの西山地区というところは、放射線、残留放射線が一番高い地域と言われております。このように、放射線は風に乗って拡散をいたします。日本の調査では、 80キロメートル離れた熊本で残留放射線、放射能が検出されたという記録も残っている状態ですから、放射能汚染というのは非常に怖い実は状況であります。で、岸田政、きょの被爆体験者への課題の中で、本日11時半から岸田総理と被爆者と被爆体験者との面会があります。 ここで被爆者4団体と被爆体験者との面会は、実は初めての面会となります。この面会によって、被爆体験者が被爆者だということを、岸田総理に発言するよう求めるものを期待したいというふうに思います。広島長崎を最後の被爆地に 核も戦争もない平和な社会の実現に向けて、現政権運動を発展させていかなければなりません。来年は被爆80周年になりますけれども、被爆者の平均年齢も85歳を超えております。被爆者から直接話を聞く、そういった状況ももう長くはないというふうに思います。 被爆体験を継承していくことが喫緊の課題になっております。そういった意味では、この減衰金大会が、その役割を果たしていかなければならない、そういった大会だというふうに思います。え最後になりますが、このあと、集会が終わったら、被爆行進を行います。非常に暑い中での、行進となりますけれども、 熱中症経過が出ている中での更新ですので体調が悪い方あるいは無理をされないように参加をしていただきたいと思いますし地元実行委員会として最後までです怪我もない安心したく減衰大会としたいと思いますのでご協力をお願い申し上げ地元実行委員会として挨拶いたますありがとうございました。 続きまして、被爆79周年原水爆禁止世界大会のまとめを谷正志大会事務局長が行います。皆さん、皆さんおはようございます。長崎大会にお集まりをいただきましてありがとうございます。大会事務局長を務めています谷です。私の方から長崎大会のまとめを いいくつかお話をさせていただきますまず被爆79年を迎えた今日私たちは改めて原爆によって奪われた多くの命とその後長らくずっと今日までその被害に苦しめられている多くの皆さんに心を寄せたいというふうに思います。今大会は1000人の方にご参加をいただいたただ 開会行事からえ昨日の分科会、広場、フィールドワーク、そしてこの閉会総会、この後の平和行進へと続いてまいります。8月9日を長崎で迎えると、昨年は残念ながら台風の影響により、この場を持つことが叶いませんでした。そういった意味では 2年ぶりに皆さんとこうやって長崎の地で8月9日を迎えます減水金大会に参加されたまた初めて参加された多くの皆さんと共にこの日を改めて深く胸に刻みたいというふうに考えていますいくつかポイントを絞って触れたいというふうに思います まず初めにこの間え、ずっとお話をしてきておりますけれども、被爆体験者の問題についてです。このあと、岸田首相との面談が予定をされていますけれども、被爆者の平均年齢が85歳を超えたのと同じように、体験者の皆さんの高年齢化も進んでいます。これ以上、この問題の解決を先延ばしにすることは許されません。 一刻も早い解決を皆さんの減衰期運動の力で図っていきたいというふうに考えていますえ、またこの大会期間中の8月7日に岸田首相は自民党の会合の中で憲法について緊急事態条項に加え憲法9条への自衛隊の明記をテーマとする国民投票の実施を目指すという 考えを示ししたたと報道がされました本大会の分科会でも戦争のできる国づくりが進む危険性とその先に捉えられている会見についてをテーマにしながら学習と議論を深めてきました私たちが望む社会は核も戦争もない社会です平和外交によって それを実現する責務は、日本政府にあります。特にここ長崎で、8月9日に戦争のできる国づくりについて話をするということなど決して許されないというふうに考えています。また、長崎市の式典においては、アメリカやイギリスなどの駐日大使が欠席する意向であるということも報道をされました。 先ほど米村議長の挨拶にもあった通りですけれども今日は全世界がここ長崎に思いを寄せ二度とあのような清惨な経験を繰り返すことはないと深く決意をし平和を願う日であります今でもウクライナやガザなどやむことのない戦争によって多くの命が奪われ続けています 私たちはこれ以上命が奪われることを許すわけにはいきません被爆から79年がたった今日においてもその被害に苦しめられている被爆者の皆さんやそのご家族がいらっしゃいますひとたび受けた被害の大きさはもちろんのことですけれどもその後これだけ長く続く 時間軸としてのこの長さの実感、そして未だ決して終わることのない被害の実態という時間の長さもまた重要な問題であると、皆さんと共に確認をさせていただきたいというふうに思います。こういったことを先の未来に繰り返さないためにも、核廃絶の実現を図らなければなりません。 日本政府はいまだ核兵器禁止条約に署名批准しようとはしません。こういった政府を動かしていく力は私たち市民の運動である減衰期運動そのものだというふうに考えています。改めて私たちの減衰期運動の力で日本政府に核兵器禁止条約への署名批准を求めてまいりましょう。ブロックによる 対抗路線を歩むことはいつか来た道を再び歩むことにつながるのではないかという強い危機感を感じますそもそも恒久平和の実現がしっかりと示されているその考え方は憲法理念にあるというふうに理解をしています大会の開催にあたり現地実行委員会として福島大会 広島大会、長崎大会では皆さんに多大なるご協力をいただきました。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。夏の暑さも厳しい中にありますけれども、今も全国各地で繰り広げられている減衰金運動に心より 経緯を表したいといいとうに考えています来年は被爆,80年を迎えます被爆者の皆さんの切なる願いであるこういった凄惨な体験は私たちで最後にしてほしいという思いをこれから先の未来にもつなげていくために日々の各地域で取り組まれている減衰金運動のより一層の進展を図ってまいりましょう。 ぜひ皆さんよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました <laughs> 今日は社民党党首福島みずほさんに参加し,ただいしていただいていますのでご紹介させていただきます どうもありがとうございます次は今年も全国からここ長崎に結集した高校生の皆さんです「美力だけど無力じゃない」を合言葉に頑張って皆さんのアピールになりますよろしくお願いします 皆さんおはようございます私たちは核兵器の廃絶と平和な世界の実現に向け日々活動している高校生平和大使そして高校生1万人署名活動の全国のメンバーです本日は8月18日からスイスに訪問する第27代から決意表明そして私たち高校生全員からの平和宣言をさせていただきます まず第27代からの決意表明をさせていただきます第27代高校生平和大使を務めております長崎西高校2年大原優香と申します被爆から79年が経った今日被爆者の方々は今もなお後遺症そして心に残った傷に苦しま苦しみながらももう二度と被爆者を作ってはいけないそんな核廃絶を求める 強い願いいい願から今もなお私たちにあの日のの日状況ををそしててて核廃絶思いを伝え続けてく,れくださっています私たち高校生はそんな被爆者の方々の生の声をこれまで聞くことができていますこうした私たちの世代だからこその経験を私たちは自分たちの言葉で世界へ発信し核兵器がどれだけ非人道性なものであり 今すぐにでも廃絶していかなければならないということをスイスに行って訴えていきたいと思っておりますまた私たちは日々全国で署名を集めていますその署名には署名をしてくださる皆様の各廃絶を願う思い争いのない平和な世界を願う思いが込められています暑い日も寒い日も全国の仲間とともに集めたこの署名を 署名をしてくださった方々の思いそして共に活動する高校生全員の思いとともにスイスへ届けてまいります核も争いもない平和な世界が訪れるまで私たち高校生は共に声を上げながら私たちにできることは何かと考えながら使命を果たしていきます 同じく第27代高校生平和大使長崎東高校2年津田凛と申します79年前の今日ここ長崎に原子爆弾が投下されました一発の爆弾で7万以上もの尊い命が奪われましたそしてそれと同時に今でも多くの方々が苦しみ続けています原爆の後遺症の苦しみ 家族や友人、大切な人を失った悲しみは絶えず続いているのです。私も、私の祖父もその一人です。被爆三世として、長崎で生まれ育ったものとして、原爆の恐ろしさ、そして原子爆弾は落とされたその日では終わらない、このことを日本、世界へ伝えていきたいと思います。また同時に、私たちは、 日本、世界で起きた戦争を学び続けながらこの活動に生かしてまいりたいと思います同じく第27代高校生平和大使を務めております広島市立元町高等学校の甲斐夏樹と申します水を求めて亡くなっている人も多くいた 死体,消死体焼却犯が死体を集めていたがすべて黒焦げで顔も性別も分からなかったその中に生存者がおりまだ生きていると焼却を伸ばした一幕もあった原爆投下直後救助活動のため広島市に入り入試被爆した私の曽祖,祖父はこう自らの著書に記しましたしかし私の曽祖,祖父は 私が生ままれる前に亡くなりました私は曽祖父の被爆体験をこの耳で聞くことはできませんでした被爆から79年被爆者の方の平均年齢は85歳を超え私たちが被爆者の方の生の声を聞ける最後の世代と言われていますそんな中私たち高校生がするべきことは 原爆の産化を未来へつなげそして核兵器廃絶への思いを世界中に広めることです核兵器がある限り平和な世界は訪れませんお互いに思いやりを持ち平和な世界を構築するのは私たち自身なのだということを自らが私たち自らがまた再確認しなければなりませんできないやっても無駄だ そんなマイナスな考え言葉を口にすればするほど物事は良い方向へは進まないでしょうしかしできるやってみようそんなポジティブな言葉を重ねれば重ねるほど物事は着実に良い方向へ進んでいきます私たちの活動のスローガンである「魅力だけど無力じゃない」という言葉も核兵器廃絶を夢見る高校生たちの思いが込められています 私は曽祖父の願いや被爆者の方の思いそして思いを世界へ広めそして核兵器や戦争やそして誰かに傷つけられるようなこともないそんな世界が訪れるまで平和活動を続けてまいります。 2027代高校生平和大使静岡選出の矢川優奈ですこれより平和宣言をさせていただきます2024年平和宣言私たち高校生平和大使高校生1万人署名活動は今年で27年目を迎えます高校生平和大使は8月18日から 国連欧州本部を訪問し核兵器の廃絶と平和な世界の実現を訴えていきます私たちは全国の仲間と協力して高校生1万人署名に取り組んでいます集められた署名は累計272万3142室になりました今年は被爆から79年 高校生平和大使は27代になりましたこの運動には約6000人の高校生が参加してきました私たち若者が被爆者戦争体験者の方々から平和のバトンを受け継ぎ世界にそして未来につないでいきたいと思います私たちは夏の暑い日も冬の寒い日も街頭に立って 高校生1万人署名活動を行ってきました。私たちのスローガンは、微力だけど無力ではないという言葉です。私たちはこの言葉を信じて、核も戦争もない平和な世界の実現に向けて、今後も努力していくことを誓います。2024年8月9日、高校生平和大使、 高校生1万人署名活動最後に高校生全員からこの声を、この心をという私たちの活動のテーマソングを歌わせていただきます。 私たちからは以上となります。これからも私たちは核廃絶に向けて活動してまいります。私たちの活動への応援をよろしくお願いします。高校生の皆さん、本当にありがとうございました。今からスタッフが乾パ袋を回します。えー、皆さん、えー、高校生の活動はですね、えー、皆さんの気持ちで支えられています。 どうぞよろしくお願いします権力は平和教育を求める勢力を嫌いますそれが権力の本質だからです 社会に戦争が組み込まれていた方がさまざまな意味で多くの動員がかけられ平たく言えば、えー、儲かるからですそのため平和教育を非本質化し道徳教育的なものにすり替えようとしていますそれに負けない力を培うことが大切であり 子どもたちの未来を守るることとになると思っております。え続きまして平和人権環境共生教育が保障される社会を構築するために2009年に鹿児島県平和運動センターと鹿児島県憲法を守る会が有機的に結合し鹿児島県五軒平和フォーラムが 結成されました今日はその鹿児島県五憲平和フォーラムの真島昭弘さんから特別報告をいただきたいと思いますどうぞよろしくお願いします皆さんおはようございます紹介いただきました 鹿児島県県平和フォーラムで事務局長をしています島と言いまますすと鹿児島県内では毎年のように各地で日米軍事訓練鹿屋の k c 1 3 9給油訓練と無人機偵察機の配備奄美のミサイル基地配備弾薬庫建設馬毛島の自衛隊基地建設奄美からの辺野古土砂搬出問題 薩摩町の弾薬庫建設そして仙台原発の七つの問題を抱えていて休むいとがありません今日は特にマゲ島,島に特化した報告をしたいと思います横須賀に母航を持つ米軍空母が入港すると空母艦載機のパイロットは出航前までに必ず義務付けられている訓練があります 陸上を空母に見立てて、離発着訓練をするタッチアンドー FCLP とも言われていますけれども、これを必ず出航前にしないといけないということです。海の上に浮かぶ空母に着陸をする、まあ、高度な技術が必要だとしていますけれども、着陸に失敗すれば高額な機体を失い、空母に損傷を与えるというようなことで、米軍はやっています。現在 岩国基地から1 4 0 0ロ離れた硫黄島で訓練がなされていますけれども半径3 0 0ロには誰も住んでいません2007年米軍の強い要望で岩国基地から4 0 0ロ離れた無人島の馬毛島が白羽の矢が立ちました当時は熊毛,熊毛地区一市三町島民首長議会すべてが反対をしていました それからしばらく経って2010年に自衛隊基地を建設をするんだという計画が浮上しました島民の中でも自衛隊基地なら賛成という人たちが出てきて賛成反対の住民の亀裂が起こりその後山頂の区議長、えー、議会は離脱をしました行政区の西の表市長が反対をする構図が出来上がり1 0キロ離れた生活圏の馬毛島は 吉場ぶりに飲み込まれていきましたマゲ島は希少植物や固有種のマゲシカウミガメの産地として地元では漁業に適した、えー、宝の島だと言われています1951年に農業開拓で入植が始まりピーク時には113世帯528人が住んでいましたけれども えー、慢性的な水不足それから塩害で、まあ、島を離れて1980年には無人、まあ、日本で2番目に大きい無人島となりました買収した違法業者と島民の戦いが繰り返されレジャーランド石油備蓄基地使用済み核燃料の中間貯蔵計画にまあ翻弄されてきたところです昨年の1月の12日に工事が着工され 1> 1年7ヶ月が経過をしましまた日当は業種によって増,増減ありますけれども最低で2万5千円から10万作業員を運ぶこれまで漁をしてた漁船がタクシーあの海上タクシーに切り替えて朝夕運ぶだけで8万島民、まあの中から作業員に転職をする人たちが今だけ自分だけ金だけということで職を変え 島内の人員不足が襲ってきましたそれからなだれ込んできた作業員のおかげで生活のごみ電気水道の過剰供給地下、家賃の高騰交通渋滞治安の悪化今では作業員に紛れてですね農業危機器を持っていく人たちがいるということで住民生活が破壊をされています。 今年のの2月には6000人の作業員が入る予定でしたけれども、まだ3500人にも満たっていません。空き地にはコンテナンハウスが乱立をし、これまで賛成をしていた住民もこんなはずじゃなかったという始末になっています。後期は当初年年年かから1年延長にになり年に反省予定ですしかし 防衛省は滑走路管制塔を先行して整備をし来年の今頃にはあの米軍の FCLP 訓練を開始するということを示唆していますまた仮設の3場所を3本作りますけど今現在2本,本が出来上がり大きな重機が持ち込まれ24時間体制で急ピッチに作業が行われています緑豊かな馬毛島は今軍事要塞化が進んでいるところです 防衛省が恣意的な随意契約を求めて当初予算1880億円が今や人件費の高騰資材の高騰で4000億円を超えていきます今の段階でこの、えー、金額ですので終わるときには、まあ、歯止めが効かない状況になるのではないかというふうに心配をしています財源は皆さんが仕事をして納めている税金です 国民にに必要ななインフラが今危機的な状況にあります水道管の老朽化、高速道路の老朽化、学校の建物の老朽化、橋の老朽化というのが進んでいて、えー、国がやらなければならない仕事がです、ね、自治体の方に回ってくる、国がこういう仕事を放棄をしている状況が続いています。 憲法の話ですけれども、憲法99条、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し、庇護する義務を負うと、国会議員が憲法を変えることはできないということを謳っています、また第2章に戦争の放棄、9条の問題ですけれども、私たちは憲法9条が自衛隊員を守っているんだということを訴えています。 国民ににの家族に訴えていますまた憲法13条すべての国民は個人として尊重されるということを訴えていき言ってきました最後に正確な情報を共有をして皆さんに拡散をしていただきたいと思います軍事費の拡大よりインフラや社会保障の拡充を訴えていきましょう全国から税金の無駄遣いを 地方交付税のあり方を訴えていきましょう自衛隊員を二度と戦場に送らないようにしましょう馬毛島の問題は鹿児島県だけの問題ではありません憲法改正より日米地位協定の改正を全国から政府に強く求める取り組みに参加をしてください家族を守り子どもや孫に負の遺産を残さないためにも 平和運動へのより一層の参加を望みます以上ですありがとうございましたありがとうございました、えー、鹿児島県五県平和フォーラムは武力では平和は築けない核と人類は共存できないの合言葉のもとあらゆる戦争武力につながる作、えー、動を許さず戦争戦争も核兵器 原発もない社会地球を目指して運動を進めていくフォーラムです共に頑張っていきましょう <laughs> え続きましてアピールの提案及び採択に移ります受付でお配りしたアピール案をお手元にご用意くださいアピール文を読み上げますのは 長崎大会実行委員の岩永真美です。よろしくお願いします。被爆79周年減衰爆禁止世界大会大会アピール案。歴史的な最高気温の話題が繰り返される暑さの中、私たちは7月28日の福島大会から8月4、5、6日の広島大会、 7、8、9日の長崎大会と減衰爆禁止世界大会を開催してきました世界では戦争による参加が収まらず命の尊厳が軽視される状況が続いていますロシアによる核兵器使用の威嚇発言や核兵器の配備訓練といった動きアメリカの議員による戦争終結のためには原爆使用を肯定的に取られるといった発言など核兵器を めぐる状況も大変厳しいものがあります。広島長崎の原爆投下以降、これまでこれまで戦争による核兵器使用を許さない大きな力を生み出してきた源は被爆者の体験と運動です。振り返ることも辛い、生々な体験を言葉にして伝えることで核兵器の非人道性を明らかにし、 核兵器廃絶を世界の人々の共通の目標としてきましたこれまで着実に高めてきた核兵器を二度と使ってはならないとするハードルを下げるために安定しない国際情勢を持ち出すことを私たちは決して認めませんむしろ現在の不安定な国際情勢を作り出している一つの原因はこれまで核抑止の依存にあります日本政府は7月28日に開かれた 日米安全保障協議委員会で核の傘を含むアメリカの拡大抑止の連携,を強,化連携強化を確認するなど未だ核抑止のせすいません未だ核抑止を積極的に捉えていますそこからの脱却なくして核廃絶,は核廃絶の実現は描けません被爆79年から80年が迫る今 これまで核のない世界を希求してきた被爆者と私たちの願いは未まだ実現していません被爆者の切なる願いはこんな凄惨な体験は私たちで最後にしてほしいというものですそれは核廃絶の実現に向けた具体的な歩みを進めることにあります日本政府は被爆者の訴えに真摯に耳を傾け核廃絶に向け国際社会で積極的な役割を果たすべきです 私たちは今この時まで核廃絶が実現していない現実を直視し減衰金運動の継承を図りながら今後も粘り強く取り組みを強化していきます核兵器禁止条約が発効されましたが日本政府は署名に前向きない姿勢を示していません戦争被爆国の日本がこの条約に批准することは 核ののななない世界実現に向けた必要一歩とります戦争被爆国の日本がこの条約に批准することは核のない世界の実現に向けた必要な一歩となります私たちは日本政府に今すぐ署名批准することを改めて強く求めます減衰金運動は被爆の実相を原点とし核廃絶と被爆者援護連帯を両輪として 核と人類は共存できないという揺るぎない考えのもとこの世界大会を一つの契機としながら各地域で核廃絶を目指す運動として積み重ねてきましたその上で未来を思い描く将来像と合わせさらなる議論を深めながら取り組んでいきます核の軍事利用からも核の商業利用からも被爆者が生み出されてきました 本大会ではアメリカ・ニューメキシコ州に暮らすナバホのウラン採掘精霊による被害とその後の住民運動について学び連帯を深めました長崎においては被爆体験者とされ79年たった今も被爆,被爆者と認められていない差別的状況が解決に至っていません被爆体験者は被爆者です 日本のみならず世界の被爆者を巡る課題について世代を超えた2世、3世がその問題の解決に向けて運動を取り組んでいきます福島第一原発事故から13年が経過しましたが避難を強いられた住民はいまだ元の生活に戻ることはできていませんそういった状況にもかかわらず日本政府は原発事故被害者への支援を打ち切り再び原発推進政策に舵を切りました 私たちは日本政府が原発事故の責任を認めず再び原発を推進することを許しません被爆79周年原水爆禁止世界大会を通して私たちは現状の課題認識を共有し各地域での原水禁止運動につなげていくことを確認しましたこれからも運動の原点を確認し核も,世界もない実現核も戦争もない世界を実現させるため さらなる減水菌運動を継承発展させていくことを決意し本大会のアピールとします2024年8月9日被爆79周年減水爆禁止世界大会参加者一同、えー、皆さんの拍手によって採決に変えたいと思います、えー、今一度力強いい拍手をお願いします ありがとうございましたでは、先ほどのアピール採択を最後として閉会総会を閉じたいと思いますが最後に司会から一言え高校生平和大使高校生え1万人署名運動ですねえ私、小学校の普段小学校の先生をしておりますけれどもその子どもたちがえ実際に高校生平和大使になったり えー、1万人署名運動として頑張っている姿を見て、とても嬉しく思っております。平和の本質とは何か、また、それを教育の営みとするとはどういうことかという点について、人権教育の観点を含めて、えー、考えを今後も含めていきたいと思います。えー、今日は拙い 進行でしたが、皆様のご協ご協力のもと、最後まで無事務めることができました。どうもありがとうございました。これをもちまして、閉会総会を終了いたします。どうもお疲れ様でした。